前橋市へマスダウン場は、群馬県前橋市にあるサッカー場を中心としたスポーツ施設である。愛称は、前橋フットボールセンター。2018年に、群馬県前橋市に本社を置く、公営株式会社が命名権を取得しており、同年4月1日から、公営前橋フットボールセンターの故障を用いている。もともとは、 土のグラウンドであったが、2016年秋より、前橋市がサッカー用の天然芝コートなどの整備を開始。2017年1月に、サッカー用の天然芝2面と野球場1面及び有料のクラブハウスが完成した。また、隣接地にも2017年4月に天然芝2面、同年8月に少年サッカー企画で、照明付きの人工芝2面が整備された。 クラブハウスの総行費は約2億5000万円で、そのうちの4800万円は日本スポーツ振興センターからの助成金で、残りは前橋市が負担した。施設は日本プロサッカーリーグに加盟するザスパクサツ群馬が前橋市と契約して優先的に使用しており、2017年1月に下増田ダ動場で初練習を行った。なお、 2016年以前は練習場不備により J1 クラブライセンスを交付されなかったが2017年は下増田ダ運動場の整備に伴って J1 クラブライセンスの交付を受けた2018年1月11日から1月31日まで前橋市は命名権を募集し2018年3月に県機やイベント用品などのレンタル事業を行っている 公営株式会社と命名権契約を締結した。契約期間は5年、契約金額は年間150万円で、公営前橋フットボールセンターの故障を用いている。ABC、新施設で J1 目指すザスパが、今期初練習。毎日新聞。2017年12月10日閲覧。AB、前橋市が、クラブハウス新設へマスダ運動場にシャワーゾナへ。 東京新聞、2017年12月10日閲覧。ザスパ、J1 ライセンス取得前は市市の運動上新施設が、基準クリア。産経新聞、2017年12月10日閲覧。クラブライセンス交付第1新期間決定による2018、シーズン J リーグクラブライセンス判定について、日本プロサッカーリーグ。 https://www.jleague.jp コロンススララッッシシュュスラッシュリリーススラッシュ post-50795 スラッシュ2017年12月10日閲覧前橋氏へマスダウン道場ネーミングライツ契約を締結しました前橋氏。 https://www.city.maebashi.gunma.jp スラッシュマテリアルスラッシュファイルスラッシュグループスラッシュ10スラッシュ 201803022pdf2018 年12月24日閲覧 ab アクセス前橋フットボールセンター前橋市町づくり公社 2020年6月12日閲覧。ありがとうございます。